こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県天理市多部町にございますクレールコート3のですね、1階部分 1LDK のご紹介をさせていただきます。今回見ていただくのはパターン2の部屋となります。まずね、こちら、広いリビングからご紹介させていただきますね。綺麗でしょうね、リビング非常に使い勝手いい形になると思います。ちょっとこうね、リビング部分の方とダイニング部分、要はこっちのね、キッチン部分が少し仕切れるようなそんな作りになっております。まずはベランダ、バルコニーのご紹介からしましょうか。こちらね、バルコニーになりまして、いい感じですね。静かで南向きで日当たりは抜群だと思います。こちらのガラスなんですけどね、ピアガラスを採用しておりまして、非常に防音効果の高いガラスとなっております。こちら設備ですね、エアコンとなります。のスペースはね、冷蔵庫を置いていただくのもよし、食器棚を置いていただくのもよしというスペースになってまいります。こちらお隣がキッチンですね。キッチンもね、 1LDK でお住まいされる分にはもう十分すぎるぐらい大きいキッチンですね。結構大きいですよ、収納ね。本当にお一人やったらこんなにいらないかもしれないですね、いうぐらいついております。またこのね、振り返ったところにね、ちょうど給湯器のリモコンがあるのもいい感じですね。こちらリビングの端っこの方にはね、クローゼット、このようについております。それからこちらはモニターホンとなっております。続きましてこちらトイレですね。はい、ウォシュレットがついたいいおトイレですね。こちら水回りになります。シャンプードレッサーですね。はい、奥がお風呂場となります。はい、非常に綺麗で浴室乾燥機とかね、人気の設備たっぷりついておりますよ。こちら洗濯機置き場ですね。出てきた先にはこのような階段下収納になりますけどもね、愛収納、結構奥が深いですね。たっぷり収納できると思います。そのまま隣に来るとね、ちょっとした棚ちょっとした棚ですね、いい感じだと思います。メタバコもね、かなり大きくて背も高いですね。私より高いね、2メーターぐらいは湯にあるかなと思います。玄関もね、結構使い勝手いい形してると思いますよ。で、ちょっとね、ピュッて出てるフックはリード掛けですね。こちら物件ペット缶になっておりますので、ワンちゃんの散歩用のリードを掛けていただいたりするのにも使ってもらったらと思います。こちらは洋室になりますね。6畳ほどの大きさになります。先ほどのバルコニーと同じくペアガラスを使っております。こちらクローゼットですね。天井まで深さはありますよ。見えないですけどね、天井まであるのでかなり上は荷物入れていただきます。もちろんここのハンガーのところに、バーのところに服をかけていただくことも可能です。以上でね、こちらクレールコート3のご紹介、終わらせていただくんですけども、詳細の方はね、私どもの、ホームページの方で細かくアップしておりますので、またそちらの方をご確認お願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。